一体何なんだ？先ほど長生と一緒に部屋で隠し収納を一つ見つけまして、その中にあったものがこちらです。どうやらあんたたちも感じ取れるんだね。そう、これは魔人の残滓で作った毒薬だ。え？こいつ呼吸してないか？オイラの見間違いじゃないよな。ええ、おそらくこれはまだ生きている毒薬でしょう。生の特質を持つ毒です。諸病根源雑記で読んだことがあります。古に奇怪な毒あり、母子に分かれ千里を隔てどもつながりを持つと。もしこの毒が本当にその方法で作られたものでしたら、カリオさんの毒、そして私たちの目の前にあるものも全て毒の子、ただの分身です。分身？本体もあるってことか？ええ、毒を持った人は本体を通して間接的に中毒者の行為あるいは意識に影響を及ぼすことができます。そして中毒者はある程度本体からの呼びかけに応えるようになります。呼びかけに応える？あ、まさか最初に火霊が失踪した方角って。彼を引き寄せたのは多分この毒の本体でしょう。錬成の原材料である魔人の残滓ですね。そんなことってありえるのか？それって一体誰がやったんだ？なんでみんないきなり黙り込むんだよ。この毒が隠し収納に大切に保存されていたってことは、毒を持った奴は大方この家の主だろう。カリオか？けどなんで自分に毒を盛るんだ？もっとよく考えてみろ。薬に精通していて、それでいてここに長く住んでいる奴がいる。あ、まさか氷だっていうのか？いやいや、氷だって自分の旦那さんに毒を盛る理由なんてないぞ。私も姉弟子がそのようなことをするとは思えません。けど魔人の残滓から毒を作れるやつなんて、リーユエを探し回ったところで結果はたかが知れてるでしょ。憶測を巡らすのは今はまだ時期尚早かと。カリオさんを治した後、彼からさらなる手がかりを聞き出せるか試してみましょう。ええ、諸病根源雑記によれば、毒の親が消えればおのずと毒の子も消えます。本体である魔人の残滓を消せば、カリオさんの身にある毒も薬を使わずに治癒するでしょう。警察層の魔人の残滓についてあなたは何か知りませんか？こんな書物にも記録されていないこと、あの前年100年も生きた年寄りしか覚えてないだろうね。あれ、昔仙人たちも長生の顔を立ててたってお前言ってたよな。それなのにここの話を聞いたことないのか？それはその、長生の記憶と法力は最盛期だった頃に比べてだいぶ弱まっています。今では人と契約を結んで生気を共有して命を維持しなければなりません。おそらくそんな大昔のことは思い出せないでしょう。契約を結ぶとか生気を共有するとか、どう聞いても妖魔や物のけがしそうなことだぞ。おい、仙人に憑依してもらえるなんて大半の人にとっては願ってもないことなんだからな。私が体の調子を整えてあげれば、延年益寿だけじゃなく体も丈夫になる。何を食べてもお腹を下さないんだ。体が丈夫になる。なるほど、そんなことが。ひひ、玉術、お前が引退することになったら長生と何日か契約させてくれないか？残念ですが、この契約を受け継ぐにはその人の気質に適性が必要です。歴代の契約者も皆そうでしたので、パイモンさんの望み通りにはならないかもしれませんね。気質？
おい、まさかオイラのことを遠回しにバカにしてないよな。にゃーい、ムカついたぞ。お前らにダサいあだ名をつけてやる。この蛇かけ白い玉。うん、そんなんだから気質が良くないんだって。はいはい、大事な話に戻りましょう。旅人さん、仙人様のどなたからか手がかりを聞く方法はありませんか？仙人ってのは会いたいからって会えるものじゃないだろ。あの年寄りたち、どいつもこいつも人と一生会いたくないとばかりに。本当か？さすがこういう範囲の広い旅人さん、あなたたちに助けてもらえるなんて本当に幸運ですね。誰のことを言ってるのか大体予想できたから、今回オイラは見てるだけにしておくぞ。我に何の用だ？お前にはほんと毎回驚かされるな。仙人はみんなこういう登場が好きなのか？このお方が。ん？お前は？ふぼくろの白術と申します。こうして仙人様にお会いできて光栄です。当時怪盗祭では仙人様の正体を知らずに接してしまい、何か無礼な振る舞いをしておりましたら、何卒ご容赦ください。あれ、お前ら前に会ったことがあるのか？面識が一回ほど。妖魔の気配がする。お前が我を呼んだのはこの件か？妖魔を持って毒を作るとは嘆かわしいことだ。妄念は常に生死を切り捨てさせて人間をそそのかす。お前の頼みは承知した。警察層の下には確かに魔人の残骸がある。昔この地で悪しき水地が乱を起こし、後に帝君によって制圧された。帝君は像を持ってそれを沈め、生き物に害をなさないようにした。そうして後に警察層ができたというわけだ。現在その封印に問題はない。お前たちが探す本体とやらはおそらく地底から漏れた少量の水地の血だろう。だがその気配は目立たず感知しにくい。具体的にどこから漏れているかは引き続き調べる必要がある。必要がなければ我も人間に手を下したくない。しかし妖魔絡みのことであれば取り返しのつかないことになる恐れがある。その時はまた我の名を呼ぶといい。あ、なんでもない。元よりお前たち人間の選択に干渉する気はない。だが調整不死、それはお前たちが考えているほどいいものではない。仙人様からの教え、肝に銘じておきます。またいずれ。変な仙人だったな。私の記憶にある仙人と少し違う。なんたってショーだからな。あいつのおかげでやっと目星がついたぜ。魔人の残滓は地底から漏れている。姉弟子がもし薬を取っているなら、近くに地下へ通じている洞窟が一つあるはずです。それさえ見つかれば。先生、大変です。ケイ、ふぼくろにいたのになんでここに？何事です？焦らず話す前にまず一息ついてください。大変です。カリオさんの容体が急変しました。何？そんなに早く？いつもなら
少なくともあと3日は余裕があるはず。どうやら一番まずい予想が当たってしまったようです。皆さん、すぐに不木路へ戻りましょう。